はいどうも高野です。今回はですね、天才ヨシキの凄さ解説ということでやっていきたいと思います。今までですね、私高野ゼミということでですね、普段からいろんなアーティストの歴史の解説とか楽曲の解説とかね、いろいろやっておりますがですね、今までご紹介させていただいたどのアーティスト、例えばラルク・アンシェルね、モモクロ、ベビーメタル、ジャンヌ・ダルクね、いろいろやらせていただいておりますが、どのアーティストもですね、どのアーティストにも関係する人物、それがですね、ヨシキさんでございます。皆さんね、聞いたこと絶対あると思いますね。ヨシキさんを知らずしてロックバンドだったりとか、まあ、そういったね、こう音楽、日本におけるね、音楽をこう通ってくることはまず不可能だと思いますね。近年ではですね、まあ、格付けチェックにね、ガクトさんと一緒に出たりとか、まあ、テレビにもバンバン出てるし、音楽系のこうインタビューとか読んでも必ず X ジャパンとかヨシキさんの名前をよく見かけるけれども、実際じゃあこのヨシキさんっていうのは何者なんだという方のためにですね、今回はヨシキさんのお話、ヨシキさんってどういう人なのかっていうのをですね、お伝えしたいと思います。どんだけすごい人なのかと。で、もう、そういったね、なんだろう、もうそういうレベルじゃないんですね。はい。なんか、なんかすごいんでしょうとかね。なんか、カノー姉妹のなんか、男性版みたいな感じとかね。なんかのこう、お金持ちの人なのみたいな。舐めるなと。そんなレベルじゃねえんだっていうことをですね、今回ね、いかにすごいのかっていうのをですね、解説させていただこうと思います。もうはっきり言って、もういける伝説というか、もう生まれる時代だったら、もう完全に今、普通にね、あの音楽の教科書とか、そういったやつも余裕で出てますから、ね、今回みんなで学んでいきましょうと。いうことで、じゃあ早速いきたいと思うんですけども、まずこのヨシキさん、ね、ヨシキ、名前だけ、ね、苗字はないのかな、ね、天皇以来の苗字ない人なのかなと思いきやですね、苗字ありますね。林ヨシキさんというのがですね、一応本名になってきますが、まあ、今回はまあローマ字でね、ヨシキさんということで、まあ、どんな人なのかっていうところをまずご説明しながら、魅力ね、大きく分けて4つあるんで、その辺をですね、一つずつ、紐解いていこうと思いますけれども、まずヨシキさん、音楽家でございます。はい。テレビタレントでも、ただのお金持ちでも、ね、投資家とかではなくて、音楽家でございます。はい。まずはですね、ロックバンド、そして、まあ、ビジュアル系という言葉はね、聞いたことあると思いますけど、ビジュアル系の元祖的な、もう本当、日本神話における、もう、イザナミとイザナニぐらいですね。もうそういったもう、元祖中の元祖、ね、言葉であったり、概念であったりとかをもう積み上げた伝説のロックバンド、X ジャパンの創始者であり、リーダーであり、ドラマーであり、ピアニストであり、作詞家であり、作曲家であります。これ、ヨシキさん。全部ヨシキさんです。はい。くれないとかね。はい。まあそういったのが代表曲であります。はい。X ジャパンのね、解説なんかは、まあ過去に一度させてもらったことがありますし、需要があればね、これからもやっていきたいと思うんで、まあそれは、まあ今回は一旦置いといて、まあそんな、ヨシキさんはですね、この X ジャパンを含め、まあどんな歴史を辿っていったのか、どんな人生なのかというところからまず、ちょっとね、ご説明させてもらいたいんですが、まず、1965年の11月20日に生まれております。なんと千葉です。千葉海斗。ね。神は千葉にいたんですね。はい。もともと X というか、まあ、X ジャパンのプロフィール上は、X 年、X 月、X 日生まれのヨシキさんでございますが、なんでかわからないけれども、1965年の11月20日に千葉で生まれたということも、なぜかみんなわかっています。はい。そんなヨシキさんはですね、なんと、4歳からピアノのレッスンを開始しております。天才ですね。いわゆる天才。しかも65年生まれですから、69年ぐらいかな。からピアノを始めたということで、今よりもね、もうずっと前ですから、今の時代よりもこう男性が小さい頃からピアノをやるっていうのがいかにこの英才教育を受けているのか、そして小学校からまあ今に至るまでね、こうピアノをずっとやってきて、容姿端麗でね、クラシックピアノを習って、しかもトランペットとか、まあ最終的にはね、ギターやったりとかドラムもね、お仕事としてやってるぐらいですから、もうサピーンって感じですね。もうめっちゃこう豪邸でね、もう、なんだろう、もう、お坊ちゃま的な感じなのかなと思いきやですね、めちゃめちゃ高校時代不良だったんですね。もうなんか、族の、もう暴走族の、もう集会とかを出入りしつつ、あ、ピアノの時間だ、みたいな感じで帰ったりとか、もうなんかそういうこう、
ここなんですね。まず1個目の魅力、そこですね。もう二面性です。もう繊細さとこのバイオレンスさ、もう不良っぽいところもありながらも、ちゃんとお勉強ができるとか、もうなんかその時代のね、まあ、80年代とか70年代の一番こうかっこいいとこですね。なんか授業出てないのにもうテストめっちゃいいみたいな、なんかそんな感じですね。ピアノもすごいし、かつやんちゃなところもあったりとか、その二面性、このギャップをしかも同時に内包してるっていうのが YOSHIKI さんの一番かっこいいところなんですね。で、そのピアノね、そういうやんちゃをしながらもピアノはずっと続けていって、なんと最終的にですね、音大受かるんですよ。音大受かるんですけれども、それを蹴ってこれからロックの道に俺は進むんだということで、 XJAPAN をね、こう作っていくわけなんですよ。で、当時の X っていうのはですね、もう今でこそ市民権を得たこのもうビジュアル系の元祖と呼ばれるバンドではありますけれども、当時全く理解されなかったです。もう関東三大ゴミバンドみたいな風な言われ方をするぐらいですね、もうめちゃめちゃ叩かれたと。で、それもそのはずと言いますか、もともとこの、キッスをね、見て、バンドを始めたっていうところがあって、まあ、ハードな、ルックス、ね、すごい激しいメイクをやったりしながらもですね、まあ、スラッシュメタルとか、まあ、その辺のですね、激しい音楽をやるっていうところで、要は新しすぎたんですね。古き良きメタルをなんでそんなルックスでやるんだとか、硬派なのになんでそんななんかやんちゃするんだみたいな感じでですね、もう新しすぎてなかなか市民権を得るまで時間がかかったと。で、その中で X、まあ元 YOSHIKI さんはどういった風にこの新しい音楽性っていうのを人たち、いろんな人たちにこう広めていこうってなった時に、我々例えば凡人だったら、じゃあたくさんライブをやればいいんだとね、かっこいい曲をかっこいいパフォーマンスでやってればいつか誰かが気づいてくれるはずだみたいな感じで、多分普通のミュージシャンはそういった風にやります。たくさんチラシ巻こうとかね、なんですけれども、そこも YOSHIKI さんね、すごいところで、もっともっと突き抜けなきゃいけないと。ね。いくらいい音楽を作っても、聴いてくれる人の分母が少なければ、気づかれることはないということで、YOSHIKIさんが考えた戦略がですね、テレビに出ること。ね。しかもですね、これ、バラエティ番組に出ると。いうことで、当時ね、元気が出るテレビっていうことで、ビートたけしさんが、こうなんかこう企画運営するですね、バラエティ番組があったんですけども、そこで、なんかヘビメタ運動会とか、早朝メタルみたいな感じで、要はメタル、ね、バンドとかっていうのを笑い物にされるようなところで、YOSHIKIさんがですね、キャラクターがもうピエロを演じて、そういったところからでもいいから、聞いてみたら結局良かったみたいな形でもいいから、まず聞かれるきっかけを作るんだというところでテレビに出てくる。だから、バンド界隈からも、うわ、なんだよお前ら、テレビになんか出てもうなんか音楽ちゃんとやってないみたいにも叩かれ、テレビの人からすると何この派手なバンド気持ち悪いみたいな感じで言われながらも、一部の人たちがあ、なんかルックスから面白がって入ってみたらめちゃめちゃ良かったみたいな感じで、本当にもう YOSHIKI さんが最初に構想した通り、もう市民権をどんどん得ていくということで、この第二の魅力ですね、音楽の才能を持ちながらもですね、ビジネスマーケティングの才能がめちゃめちゃすごいということで、イノベーターの才能があったんですね。これがもう一番、これ二番目に、紹介したいこの魅力でございます。イノベーターの才能、ビジネスのスキルということでございます。はい。で、もうそこからはですね、ただバンドね、他のメタルバンドよりもちょっと有名どこのレベルじゃございません。めちゃめちゃ実績を残しておりますね。これが今に後世ね、この2022年現在までですね、こう実績を残していったスタートのタイミングでですね、89年の4月にメジャーデビューします。で、そこでですね、ブルーブラッドというですね、名盤のアルバムを出すんですけども、翌年の1990年の2月に武道館公演を成し遂げます。早っ。1年経って、メジャーデビューから1年経たずにですね、武道館に立ちます。そしてですね、その翌年、91年の年末になんと紅白歌合戦に出ます。ちょっと前までは、なんだその髪型とか、なんだそのメイク、ね、メタル舐めてんのかとかね、バラエティ舐めてんのかとか言われていたバンドがですね、楽曲の良さを知ってもらうきっかけを作ったということで、もなんと紅白に出ます。そしてですね、翌年、1992年の1月にはなんと東京ドームに、東京ドーム公演を成功させます。しかもこれですね、東京ドーム3日連続公演ということで、なんとですね、これ日本人初、東京ドーム3日ぶっ続けで、パンパンに埋めるということで、これまた伝説を残し続けます。
はい。そしてもうほんと飛ぶ鳥を打ち落とす勢いの YOSHIKI さん X ジャパンはですね、なんと、まあ、ここまで X というね、バンド名でもってずっと活動していたんですが、なんとですね、1992年にですね、X から X ジャパンに改名します。はい。これがですね、いかにものすごいことかというところをまずね、冷静になってね、話していきたいと思うんですけども、どう考えてもおかしくないですか。だって X ジャパンで、今だったら X ジャパンの YOSHIKI さんですって言われてわーってテレビとか出てきても我々なんとも思わないですよね。だってもう X ジャパンだからで、 X ジャパンの YOSHIKI だからなんとも思わないでしょ。おかしくないですか。これが普通になってることがまずすごいです。ここに気づかないといけない。だってジャパンですよ。日本のバンドにジャパンってついてるんですよ。どう考えてもおかしくないですか。最近のバンドだったら何ですか。例えばバンドオフィシャルヒゲダンディズムとかあるじゃないですか。これがね、今度からオフィシャルヒゲダンディズムジャパンになりますと、ヒゲダンジャパンに改名しますって言われたらどう思いますか。いやいや、土地狂ったんかいと、どうしたんだいとなるじゃないですか。これが今 こんなありえない状況が今普通になってるんですよ。X が X ジャパンになりますよって言われた時にみんな、どぎも抜かれましたよ。何言ってるんだこの人はと。ね。それがですね、なんと20数年後、まあ もっとかな。もう2、3年後にはですね、普通になってるという。ここ。で、そしてこのセンス。ジャパンをつけたらっていうこのセンスですよね。そういうことですね。で、ここからね、第3の魅力をお話していこうと思うんですが、まあそこにもね、紐づきますけども、スーパー完璧主義者なんですよ。ね。世界に行くんだったらジャパンつけないといけないぞということで、 X から X ジャパンになりました。YOSHIKI さんはですね、さあ世界だというところになりますが、もう元来の才能がですね、もう開花しすぎて全く曲ができなくなります。はい。っていうのも、まあ曲はできるんですけれども、もうディティールもう完璧主義なので、なかなかねレコーディングが進まないんですね。1990年にですね、アートオブライフという曲を、作り始めるんですが、なんとこの曲がですね、1曲30分なんです。ロックバンドで30分の曲聞いたことありますね。聞いたことないです。ヒゲダン30分の曲ないですよね。ね。ないですよ。で、なんなら J-POP でも30分の曲ってないんですから。なんかもうこれ、クラシックなんですよ。完全に。交響曲回っていうね。いうことで、楽曲のレコーディングに着手していくわけなんですけども、何回も何回もやり直すんです。ドラムが納得いかない。ピアノが納得いかない。ね。ギターが、ベースが、ボーカルもこれじゃダメだ、ダメだ、ダメだということで、なんとですね、出来上がったのが1993年の8月ということで、約4年かかりました。なんじゃこりゃというところでですね。いや、だったんですけども、これがまた素晴らしい曲なんですよ。ね、ぜひね、聴いていただきたいと思います。アートオブライフ。本当に30分、全く飽きさせない曲となっていまして、だけどもこれね、まあ言うても1曲だということで、アルバムが待ち望まれたんですよ、この後に。ね、次はアルバムだということで、またね、楽曲を作っていくんですけども、ね、数分の曲だろうと何だろうとも手は抜かないYOSHIKIさんということで、なかなかここも難航します。で、もう資金が尽きちゃうんですよ。お金がなくなっちゃったということで、どうするこれということで、まあ、とりあえず一曲できたから、これをね、シングルとして出して、これの、まあ、販売の収益でもってまたレコーディングに当てていこうみたいな、そういったこう自転車操業みたいなものが続いていくんですよ。で、そして次、アルバムが出たのがですね、1996年の11月。これに、ここでですね、ダリアという、もう本当に名盤ができたんですけども、その前のアルバムがですね、アートオブライフをこう、一応こうシングル扱いとしてこう抜くと、ジェラシーというアルバムが1991年に出ていましたので、なんとですね、5年かかってやっとこうアルバムができるという、ことになってきてしまいましたし、先ほど言ったですね、とりあえずシングルで切って、どんどん繋いでいけっていうことがたたってですね、このアルバムダリア、10曲、収録のアルバムなんですけども、10曲中7曲がシングルで出ちゃってたというですね、ことになってきてしまって、もうほぼほぼ、シングル別ではないかいというですね、ツッコミがちょっとありつつというところで、かつですね、この1996年のダリアというアルバムが出てからですね、現在2022年ですが、25年以上ですね、X ジャパンアルバムを出していないんですね。はい。であれば、ね、この昨今、YOSHIKI さんだ、YOSHIKI さんだ、テレビ出たり、雑誌出たりね、こんな騒がれてないはずですよ。ね。ずっと人気なのはなんでかっていうと、ここまでのこのダリアまでの楽曲たちが、いかに完璧であるか。ね。ゆえに、全くね、やっぱこのクラシックと同じで、ロック、メタルなのに、色褪せないです。
時代を超越する楽曲たちを作ってきたからこそ現在の人気があるということで、ね、一応まとめますと、今までね、この二面性、ね、繊細さとバイオレンスがあって、で、その中でこう、マーケティング、そのビジネスマンとしての才能もあって、で、音楽的な才能、で、そこで完璧主義が混ざって完璧な曲ができてっていうところで、ヨシキさんがずーっと愛され続けているというところで、最後、もう真骨頂の真骨頂、4番目の魅力を伝えさせていただきたい。それがですね、ヨシキさんが可愛いからです。可愛いんです、ヨシキさん。ね。やっぱ先ほどから言っておりますけれども、まあ、バイオレンスさんがあったりとか、音楽の才能があったりとか、もうクラシックの畑にいながらロックをやるっていうところ、もう生きる伝説なんです。もう、時代が時代だったらもうクラシックの作曲家だったんだろうなっていうところで、もう天才なんです、要は。でも天才だからこそよくわからんツボがいっぱいあるんですよね。最後にね、ちょっとその辺を全部、ね、こういろいろね、こう事件というか伝説というかをですね、何個か、話していきたいと思います。でね、ヨシキ伝説みたいなのでもうググればもういくらでも出てくるんで、今回はですね、ちょっとややマニアック的なところをですね、話していこうと思いますけれども、まずですね、とにかく豪快なんです。ヨシキさんっていうのは豪快な方なんですよ。で、その先ほど言ったですね、メジャーデビューする前、どうやってこうバンドをこう盛り上げていこうかっていうところで、他のね、ライブシーンというかバンドの人たちはですね、例えばフライヤーをいっぱいチラシをね、配ろうとか、たくさんライブをやろうとか、で、その中でプレゼントをしようみたいな形で、結構ステッカーを配る、バンドとかね、まあ、いますよね、バッジを配るバンドとかね、なんかこうできないかなっていうところでやるんですけども、ヨシキさんが一番最初に思いついたのが、トースターはどうかなとかね、冷蔵庫はどうかなとか、家電に頼り始めるという。何人に届けるつもりでいるのかなって。確かに冷蔵庫もらったら好きになりますよ。ちょうど買い替えようと思ってたんだみたいな感じで、そこで X っていうバンドが冷蔵庫くれたんだってなれば、まあそりゃがっつりファンになりますけれども、資金のことは全く考えてないっていう、もう目線がね、もう億万長者の考え方で、冷蔵庫あげれば喜ばれるんじゃないみたいなね。そこがまず一つ公開ですし、あとはですね、そのなんか歯止めが効かないんですね。ヨシキさんドラマーなんですけれども、そのバンド時代にですね、こういろんなパフォーマンスの仕方とか、激しい曲をやっておりますから、そういったのがたたって、こうなんか体をね、なんかいろいろ酷使してしまって、なかなか今叩けない状態だったりするんですけども、そういったようにですね、こうブレーキを効かないんですよ、豪快で。で、それに伴ってですね、チョコレートがね、お子さんの頃は結構好きだったということで、もうチョコレートをですね、食いすぎて気絶しちゃうっていうですね、わかんないかな、限界みたいな、こう体のブレーキをね、意図的にこうリミッターを外す癖がね、やっぱヨシキさんあるということで、まあそういったところ、やっぱ天才の人はちょっと変わってんなっていうところのエピソードです。はい。あとはですね、ほんと調べれば無限に出てくるんですけども、可愛らしい部分で言うとですね、さっきのアルバムですね。アルバムっていうのがですね、ずっとこう XJAPAN ヨシキさんの中で、こうやっぱこうファンはですね、ライブももちろんいいけれども、お家でもクラシックレベルに素晴らしい楽曲ですから、クオリティの高い曲をですね、お家でも聴きたいということで、やっぱアルバムで聴きたいということでね、常にこう熱望され続けているんです。で、XJAPAN 一回解散したんですけども、いろいろあってですね、2007年にですね、再始動するわけなんですよ。で、そこから現在に至るまで、アルバム出てないんですね。で、その中で2007年再始動、指導した時に、翌年の2008年頃にですね、アルバム出ますということで、ヨシキさんがアナウンスしまして、それを我々はですね、もう本当大盛り上がりするんです。またヨシキさんの X の楽曲が聴けるんだということで、ちょっと待ってたの、アルバム出るって2008年に言ってたから。そしたら2009年にですね、まあほとんどできてるから、まあもうちょい待てよと。いうことで、我々はね、もうよだれだらだれずっと待ってるわけですよ。で、翌年2010年に9割方できてると。いうことで、おぉ !9 割方ってさ、もうあともう何あともうちょちょってやったらもうできるんでしょと思ってたら、2011年にですね、99.5% できてると。いうことで、もう、10.5%。もう 10.5% だ、もう2012年絶対出るね。と思ってたらですね、まああとはタイミングですよね。と言い始めて、急にちょっと渋り始めるんですね。タイミング、もうで、あ、でもできてんだな、ということで、待ち望んでいたね、2014年にはですね、80% できてますと。減るんですね。パーセンテージが減る。99.5% から 80% に減っちゃうんです。マジかということで、現在に至るまでですね、その後、出てきませんし、もう最近はですね、もうインタビューとか、もうテレビの取材で、アルバムはって言われると、もうなんかちょっとジンマシン出ちゃう、みたいな。
まあ、あんまアルバムっていう言葉がなんか好きじゃないみたいな感じで、もう本当にですね、もうタイミングなんでしょう。ね、もう、ヨシキさんのみ知るところでございます、もう運命はね。というところで、まあそういったこう、はぐらかし方も普通のアーティストだったら、もうこんな二十何年でアルバム出さなかったら、もうとっくにぽいですよ。もう知らんわと、もう、じゃあもういいよ、もうちょっと違うバンド聴くみたいになりますけれども、もうここまで出なくても、待っちゃうのがもうヨシキさんなんです。もう、はぐらかし方も可愛いし、で、出たら絶対すごいの分かってるんで、もう俺たちは待つしかないんです。ね。ものすごい楽曲っていうのは多分時間をかけるもんなんでしょう。そしてタイミングがとっても大事なんだということで、もう、ただただ待つ。信頼して待つっていう。ここはですね、ヨシキさんのこう、カリスマ性がなされる。カリスマ性だからこそできる技だというふうに思います。はい。というわけで、ね、一応まとめていくと、ヨシキさんがいかにすごいかっていうところですけども、まあ、繊細さと、ね、ピアニストとしての繊細さと、まあ、ドラマ、ね、ロックバンドとしてのバイオレンスさのこの両面を持ちながらですね、この音楽の才能とビジネスの才能までも大爆発、大開花させて、XJAPAN としてね、日本の音楽シーン、ね、果ては世界へということで XJAPAN に名前を改名してね、名を轟かせてですね、その完璧さゆえにですね、もう数百年後の未来まで絶対に受け継がれるであろう、ね、楽曲たちを生み出し続けるヨシキさん。というですね、こう、生ける偉人はですね、めちゃめちゃおしゃめという、この親しみのしやすさすら、持っているんかいという、こんな完璧な、ね、天才、ヨシキさんと同じ時代に我々生きてるというところですね、もうこんなにありがたいことはないんだということを、ぜひね、知らない人に噛み締めていただきたいということで、今回やらせていただきました。天才ヨシキの凄さ解説ということでやらせていただきました。どうでしょうかね。ほんの臨編です、これは。もう今回は。ね。ここからは皆さん楽曲を聴いて、本当に打ちのめされていただきたい。ね。これ以外にもですね、数々の伝説持っていらっしゃいます、ヨシキさんね。その入り口となったらよかったかなと思います。はい。というわけで、今回も最後まで皆さんご視聴ありがとうございました。また別な動画でお会いいたしましょう。